メビウスで隊員以外は初ゲストですね。嬉しい、なんか今日いろいろなんか写真とか持ってこようかなと思ったんですけど、当時の、はい、撮影の時の写真、はい、誰がくれたの？そんなスタッフさんからいただきました。マジで？はい、俺らないで。そんな、え、本当ですか？ないと思う。それこそ最初の未来の妹の回の時から最終三部作の時まで写真撮っていただいたりとかして、それを現場でいただいてみたいな。誰がそれくれたん？でもな、若いスタッフさんでした当時。あの一番最後の未来くんが帰っていくあの撮影の時、ああ本当の最終日だ、本当の最後の、うん、はい、うん、あの時に隊の皆さんと、うん、ファントン星人と、うん、未来くんだけは別の、うん、あの撮影があったんで未来くんだけなぜかいないんですけど。じゃあそのガイズ5人か、はい、とまあ隊長とか入れて、入れて、であと補佐官とか、うん、鳥山補佐官とかトリピーとかいて、はい、いらっしゃってみんなで撮って。あ、そう、はい、なんで俺そういう写真ないんやえ、もらってないよ。本当ですか？多分、はい、うちらメンバー、はい、一枚もないと思うんですよ。え、な、え、じゃあゲストさん用だったんですかね？多分。え、本当ですか？それか子供だったからですかね、私が思い出に行ってくれたんですかね、じゃない？そう思うとじゃあ貴重ですね。ないな、俺らほんまにない、そんな写真。へー、あ、海、え、じゃあ、はい、その、まあ、16年前、はい、メンズ4人を、はい、こう、その当時どう思ってたか、その当時どう思ってたか、うん、で、てっぺいは、はい、壺にはまる人、壺の人でした、うん、壺の人、はい、壺の人、はい、で、ジョージさんは、うん、なんで優しかったですね。とにかく優しかったっていう、優しいお兄さんって感じ。もうそうやった、はい、おう、優しい、優しいお兄さんね、優しいお兄さんっていうイメージで、リュウさんも最初はちょっと怖かったんですよ。何それ怖いと思ったんですけど、うん、撮影のその待機中に、うん、なんか結構夜遅くかかった日があって、その時にリュウさんが、うん、大丈夫？お家どの辺なの？みたいなすごい気にかけてくださって、おう、え、優しい、めっちゃ好感度ええやん俺優しい、印象すごい強くなかった。あ、そうなんや、はい、へえ。で、じゃあ未来は、未来くんは、うん、これ言っているかな、あの、まあ、基本優しかったんですけど、ビルトの撮影の時で、うん、ご飯休憩になった時に、うん、ご飯をご馳走してくれたんですよ私に。ビルトの食堂で、はい、食堂で、え、いよいよ俺出しようって言って、おう、ご馳走してくださって、おう、なんか、いや、そんな申し訳ないですみたいなのが来たら、いや、俺この間パチンコで買ったから金持ってんだよって言ってで、あの食堂でご飯をご馳走してくれたっていう思い出が強くなかったです。なるほど。じゃあ、てっぺん以外、はい、メンズ3人は優しい人だったわけ。優しい人です、結果的には。優しいお兄ちゃんやったわけね。優しいお兄、そうですね、てっぺんさんだけはなぜかツボでした。ツボの人で、はい、ツボの人でした。そうなんや。じゃあその女性陣2人、マリナとコノミはどういう、マリナさんはかっこいいなと思って憧れって感じでした。素敵だな、綺麗だな、マリナが、はい、感じでした。あ、そう、はい。で、コノミさんはパジャマを貸してくれるっていうシーンあったんですけど、うん、はい、なんかそういうのもあって結構こうおしゃべりする機会が多かったんで。そうやったっけ、はい、一番仲良くさせていただいたっていう印象がありました。一番接点が多かったのが好みやったってことやったっけ。そうですね、まあ、未来くんを抜いたら、うんうんうん、はい、好みさんが一番お話しする機会多かった気がします。あ、東京タワーだ、右手がねそうそうそういや、まさかでも自分がカッコちゃんとしてオーディション受かると思ってなかったんで、やっぱすごい数の人たちが受けてたんで。そうなんよ、はい、オーディションの時もめちゃめちゃ覚えてます。すっごい暑かった日なんですけど、うん、夏でビーム光線してくださいみたいな言われて、じゃあそれで、みんなおのおの思うビーム光線をしてたんですよ。へで、私あんまこうやってやるのもビームみたいにやるのもなんか嫌だなと思って睨みつけたんですよ。睨みつけてもう目から出してますみたいなやって、あ、落ちたなって思ったんですよまさか受かるとは思わなかった。へえ、カコちゃんもオーディションやったんや。オーディションでした。さっきもなんかチラッと聞いたけど、その大河ドラマとかにも出てるわけやんか。はい。で、何かがきっかけで
舞台の方が好きってなったってこと？そうですね、高校生までは舞台立ったことなかったんですよ。主演舞台やらせていただいて、うん、それで、あ、舞台って楽しいって思って、まあ、その間アイドルとかもやってたんですけど。アイドル？アイドルもやってたんですけど。あなた、いろいろやってるじゃん。そうなんですよ、いろいろなんかね、やってたんですけど、で、やっぱ舞台が好きだってなって。え、かもちゃんはさ、何歳がデビューなの？デビューは、うん、9歳なので、今年ちょうど20年になるんですよ。すごい20年プレイヤーなのね。そうなんです。何気に何気に、そうなんですよ。あ、そうなんや、ね、その20年の間にウルトラマンに出たりとか、大河ドラマ出たりとか、アイドルやったりとかしてるわけね。そうね、なんか自分がワクワク、心がワクワクしたのが舞台だったんでしょうね。生ものっていいなって思って、おやり直しが効かないんじゃないですか、もう舞台に。まあね、もちろん、うん、で、あとやっぱお客様の生の反応が分かるのがやっぱ舞台ですし、うん、あ、それ好きだなと思って、へー、うん、舞台頑張ろうってなってるんや。そうですね、これでだって劇団にまで入るってな。そういうことよな。まさか入るとも思わなかったんですけど、自分も20年目にして。そうよな、はい、だって20年プレイヤーがさ、一から劇団員ってなかなか聞いたことないです。珍しいですよね。あ、でもあるのかな、俺知らんけど。でも珍しいって言われますね。なんで入ったのってよく言われます。いやー、お兄ちゃんに会いたいですね、またいつか。なあ、会いたい。会ってないやろ、だってそれ。もうあれ以来、もう本当に今やただのデブやね。そんなそんな、ちょっと最近ダイエット頑張ってるけど、はい、言うてもただのデブやね。あの当時の、はい、あのイケメン爽やか系のキャラは一切ない、はい、もうないですか？ない。もう30過ぎの、 あの中年小太りのおっさんがぽよんぽよんといる感じなんで。いや、でもそれでもね、お兄ちゃんなんで、ね、若干あのそのイメージを、はい、その16年前のイメージは壊す可能性が多いね。そうなんですか、うん、かこちゃんの中での、 そのお兄ちゃんっていうのイメージはから離れちゃう。大きく、ああそうです、うん、まあ、それでも会いたい。あ、そうなんや。いつかもうね、コロナが落ち着いたらしっぽりお酒飲みながら浜松行けばいいね。あ、そうですね、順次のそうかそうかお店がバーやねんから、はい、今だからその浜松のお店も、はい、まん延防止で営業ができてない状況やけど、はい、行けばいい。確かに行きたい。 YouTube の企画で行くか。マンボウとかが終わって、はい、終わって緊急事態宣言とかが、まあ、今は出てないかしらけど、はい、そういうのが終わったらそういう企画を立てましょう。ぜひ、ぜひぜひ。なんかあと言っとくべきことありますか？いいですか？どうぞ。宣伝していいですか？どうぞ。あの私あの、まあ、舞台中心に今活動してるんですけど、うん、あのツイッター、インスタグラムやってるんで、よかったらフォローお願いします。うん、それはあの下の概要欄の方にあの貼っとくんで。 ありがとうございます。はい、ぜひあの皆さんフォローしてあげてください。お願いします。うちのね、ベビスの可愛い可愛い妹なんで。はい、お願いします。ぜひというわけで、はい、本日のゲストでございますよ。ベビスからね、かこちゃんが来ていただきましたよ。すっかり大人になられた。あ、お会いできて嬉しかったです。いえいえ、こちらこそありがとうございました。お忙しいところでもございません。お忙しいところありがとうございます。いえいえ。